現在、アメリカは中国に対して F-22 戦闘機と F-35A 戦闘機での日中中間線を越え、中国本土へ最大級の圧力をかけているとの情報をキャッチしました。今回は、この中国本土へ最接近の状況を詳しく見ていきます。ペロシ訪台で、米中の対立はより激化しています。中国はいつの間にか台湾と尖閣は同時に侵攻する方針をかな。2022年6月に月20から中旬にかけて山口県の岩国市にあるアメリカ海兵隊の岩国基地にはアラスカ州やハワイ州からアメリカ空軍のステルス戦闘機が総数で30機ほど飛来しており、その意図に注目が集まっていた。この内訳は、いわゆる第5世代戦闘機と形容されるロッキード・マーチン社製の F-22 ラプターが12機と F-35 ライトニング 2A 型が18機であり、これほどの数の同機らが日本に集結したことは非常に稀有な出来事だと言えた。こうした動きをアメリカが見せた背景には、前月の5月に中国海軍の1隻目の航空母艦にして訓練用の艦艇とされる遼寧が沖縄の南側の海上で搭載する固定翼、機、回転翼、キラの多数の発着艦演習を繰り返したことがまず浮かぶ。また、同月の下旬にかけては中国空軍とロシア空軍の戦略爆撃機が日本海方面から太平洋方面に及ぶ合同飛行を敢行しており、世界の多数の国がロシア・ウクライナ戦争でロシアと距離を置く中、中国は協力関係を明確にしていた。中国やロシアにとっては、ロシア・ウクライナ戦争を含めてアメリカをはじめとする西側諸国の価値観のみが世界を動かしているわけではないと示したいのだろうが、つくづく、これらの国々の危うさを再認識させられる。ことに、ロシア・ウクライナ戦争の渦中にあり、アジアにまで、軍事力による影響力を行使することは、事実上厳しいロシアはともかく、中国は、台湾への軍事的圧力を弱めることはなく、日本の南西諸島に対する動きも同様である。それでも、従来のアメリカは、中国をいたずらに刺激することは国策として得策ではないと判断している嫌いがあり、中国の著しい軍事力の増強もあって、近年はあまり直接的な軍事的な牽制行動については控えている感じも伺えていた。しかし、6月24日からアメリカは沖縄の嘉手納基地所属の F-15 イーグル、岩国基地に常時配備中のF-A18 スーパーホーネット、F-35 ライトニング 2B 型、そして、臨時に飛来中の、同 A 型と F-22 ラプターを動員した訓練を実施した。これらのアメリカ空軍、海兵隊の戦闘機は、2機で、1組の編隊をなし、最大で、同時に、8個ほどの編隊を、韓国の南側から、日本の尖閣諸島の北側に向けた、日中の中間線に沿って飛行させ、そのうちの1割ほどは、中間線を中国側にまたいだとされる。アメリカ軍は、こうした行動に、KC-130J 空中給油機を随伴させており、主として尖閣諸島の手前の空域にて飛行する戦闘機に、空中給油を行い、航続距離を確保したとされ、大型の原子力航空母艦等を投入せずとも、軍事行動が可能だと見せつけた。アメリカ軍の戦闘機体のこうした動きに対して、中国側は、対岸の福建省等の基地から、J20 戦闘機等をスクランブル発進させて、警戒に当たったといい、こうした行動について、日本政府は、アメリカからの事前の通告を得ていたという。ただし、日本側からは、こうした中に、戦闘機の派遣は行われておらず、
この状況を監視する意味で、そう、奇形怪奇等の複数の航空機が、アメリカ軍並びに中国軍の、それぞれの戦闘機の動きをつぶさに観察することに努めたとされる。政治的には、近々に、アメリカのバイデン大統領と中国の習近平主席は、2者会談を行う予定であると見られており、今回のアメリカ軍が見せた動きで、中国の軍事力を牽制することが可能であると、事前に知らしめる意味合いもあったのだろう。ロシア・ウクライナ戦争に見るように、ロシアの横暴をアメリカは許容できないことと同じく、台湾においても、中国軍の軍事的な行動をアメリカは許容できないと示す必要性に駆られたゆえの行動が今回の戦闘機派遣の理由だと考えられる。アメリカ海兵隊の岩国基地では7月7日に同基地に常時配備中の FA-18 スーパーホーネット F-35 ライトニング 2B 型に加え臨時に飛来していたF-35 ライトニング 2A 型と F-22 ラプター等によるガス機発進準備訓練を行っていた。第二次世界大戦時に爆撃機体の存在をアピールする目的で開催されたのが起源とされるのが多数機発進準備訓練であり、これは多数の機体が滑走路に集う様を動物の像になぞらえてエレファントウォークと一般的には名ばれている。今回、アメリカ海兵隊と空軍は、各種の戦闘機を用いて、この多数機発進準備訓練、つまり、エレファントウォークを実施したことを画像で公開したが、第5世代戦闘機の F-22 ラプターと、F-35 ライトニング2の A、B 両型が集ったのは、かなり稀有なことだ。そうした状況からも、今回の岩国、基地への F-22 ラプターと、F-35 ライトニング 2A 型の飛来は、極めて異例な出来事であり、台湾有事や日本の防衛体制にとっても、強力な後ろ盾となるアメリカ軍の新たな可能性を示唆したものと受け取れる。ロシア・ウクライナ戦争は、近年、稀に見る大国同士の直接的な軍事衝突という点で、様々な戦訓を示しつつあるが、戦闘機で見た場合には、相互の空軍機が、ほとんどのケースで、いわゆる第4世代機しか投入できていないため、決め手を欠いている。一時期は、ロシアが、自身の優位を示そうと、第5世代戦闘機たる SU-57 を投入したと、喧伝した時期もあったが、同機は、実戦配備されている、機体数そのものが少なく、そもそも、ウクライナの、健在な地対空ミサイルを恐れてか、長距離爆撃に使用されただけのようだ。そのため、第5世代戦闘機が空中戦を行うなどの事態は正規しておらず、また、今後も、その可能性は、著しく低いと予想され、これらが行い得る制空戦闘が、いかなるなるものになるのかは、全く不明な状態のままであると言える。こうした中で、今回、アメリカが F-22 ラプターと F-35 ライトニング2らを日中の中間線付近に飛行させたという意味は、中国軍の戦闘機や対空兵装に対して、自軍の航空戦力が優位にあることを内外に対して知らしめたものだと感じられる。アメリカ側は、今回臨時で岩国基地に派遣していた、F-22 ラプターと F-35 ライトニング 2A 型について、7月21日に、最後の2機も、訓練の終了に伴い帰還させたと、日本側に伝えており、これら総数30機は、日本を後にしたことが、明らかとなった。これら F-22 ラプターと F-35 ライトニング 2A 型の岩国、基地への臨時的な派遣については、7月に入り、事前に、
土日の飛行は原則的に行わないと説明されていた状況が発覚にされたとして、一部の反対派からこれを糾弾する声が上がっている。こうした声を受けて、岩国市側は7月9日と17日に指摘の通り戦闘機の飛行があったことを認めたが、それは訓練を目的としたものではなく、派遣元の基地に帰還するための飛行であったと認識を示し、事態の沈静化を図っている。岩国基地が所在する岩国市では、一部の反対派からの糾弾にさらされ、こうした釈明を強いられているわけだが、そもそも、アメリカ軍の日本の国内での活動に対して、席を負うべきは国であり、一地方行政機関が判断可能な問題ではないと感じる。すでに、中国の年々増強される軍事力に対し、日本一国のみで対峙することが困難となっている状況下にあって、抑止力としての在日アメリカ軍の行動にまで異論を挟むのならば、これに代わる案の提示を行ってほしいものである。日米での EP3 電子戦偵察機共同訓練が開催され、東シナ海での防衛事情が変化している中、尖閣への中国の動きが変わってきました。日本のテレビでも報道されないことは結構多いと思いませんか？例えば、東日本大震災の際のいち早い台湾の援助について、被災地以外に知られるようになったのは数年経ってからでしたね。今回は報道されないニュースの一つ、南シナ海を外事の P3C 哨戒機が無断で飛行したことに中国が猛反発したが、日本は無視したという件について紹介したいと思います。日本の領土である尖閣諸島周辺海域へ何回も侵入行為を繰り返し、漁船を追跡するなど、次第に行動がエスカレート、凶暴化している中国。領海侵犯されても、日本は武器での攻撃はできず、退去を呼びかけるという丁寧な対応を強いられていますが、同じことを他の国がやると猛反発してくるのが中国です。2021年2月、日本政府に対して自国領と主張している南シナ海上空の無断飛行を非難する動きを伺わせているのです。もともと中国は南シナ海の約 80% の海域を勝手に自国領と宣言してます。昔々はそうだったのかもしれませんが、現在は全く違います。中国の勝手な言い分は日本のみならず、台湾はもちろん周辺国との紛争の種となり、しかも継続する原因になっています。今回は中国領と言い張る中のミスチーフ省の上空を海上自衛隊の航空機が無断で飛行したという指摘でした。現在の防衛大臣である岸信夫氏は2月26日記者会見を開きました。その席上、
海自の P3C 哨戒機の飛行行動は国際法に照らした上で適法であると改めて宣言しました。これはこの海域の中国の領有を認めないという従来の立場を貫いたものです。南シナ海ではアメリカが艦艇を派遣する航行の自由作戦が定期的に展開されています。2021年にはフランスの攻撃型原子力潜水艦も南シナ海を航行すると明言しているようです。これと歩調を揃えるようにイギリスも2021年には最新鋭航空母艦クイーン・エリザベスを派遣することを決定しました。この上護艦には、イギリス空軍とアメリカ海兵隊の F-35 ライトニング 2B 型の両方の飛行隊を艦載させる予定となっています。つまり、大国の艦隊が、中国が主権を主張している南シナ海に、派遣されることになるわけですね。このようなアメリカやヨーロッパ主要国の動きを見ると、西側諸国が、一致団結して、中国の南シナ海を含む周辺海域へ進出しつつある状況を、牽制するものではないかと推測されているのです。だとすれば、日本には朗報ですが、果たして中国に効くのかどうかは、不明です。何と言っても、相手はあの中国ですからね。外国の艦隊を見て、中国がビビるほど可愛げのある国とは思えませんし、逆に反発して、またまた軍備増強に走りそうです。中国は、南シナ海への進出行動を一気に加速させています。特にこの海域の、南沙諸島には7カ所にわたる人工島を完成させていますし、現在もその人工島内の整備を毎日毎日強化し続けていると思われるのです。今回争点となったミスチーフ礁を含めて中国が南沙諸島に人工島を建設していると国際的に認識され始めたのは最近になってからのことでした。2014年、平成26年頃と言われ、たった2年で7カ所の工事を行っています。その動きは人工衛星などから発見できなかったのかと思ってしまうのですが、なかなか難しいことだったのでしょうか。人工島の多数がミスチーフ礁と同じような干渉なのですが、満潮時には水没してしまう小さな暗礁だったにもかかわらず、強引に埋め立て、盛り土をして、あっという間に人工島を完成させました。そして、実効支配を確立させてしまったのです。特に注目されるのが、ミスチーフ礁、ファイアリークロス礁、スービ礁の3カ所です。これらの干渉には、大型旅客機が離着陸できるほどの大規模な滑走路が整備されているそうです。要するに戦闘機から爆撃機まで、どんな航空機も運用可能とまで推測されるのです。滑走路だけに止まりません。中国は、これらの人工島に様々な施設を建築しています。その施設は、軍事関係だけではなく、いわば、民間施設まで含む、多様な建造物が確認されるようにもなっているそうです。人工島は
港湾部分の整備も進められており、航空戦力だけでなく海の軍事拠点としても重視していることがわかります。逆に言えば、中国以外の国にとっては、この場所が脅威になり得るということです。中国が軍事関連施設ではない施設を建造するのはどうしてでしょうか？そこに中国のずるい、賢い狙いが伺えます。つまり、軍事施設以外の建物を作ることで、軍事施設を守るという新防遠慮です。軍事施設とは呼べないものの、代表としては気象観測施設が一番に思い浮かびます。しかし、この場所が干渉だった頃には満潮時以外には水没してしまっていました。だから、居住することは不可能でした。中国は生活できない場所に強引に土地を造成し、民間人を送り込んだのです。アメリカ軍は最近のイラク戦争など中東の戦闘においても軍事施設のみをターゲットとしたピンポイント攻撃を主として行うようにしています。民間人や民間施設を攻撃したという国際的世論の非難を交わす上でも、そうせざるを得ないという状況でしょう。湾岸戦争やイラク戦争で、誤射とは言いながら、民間人や施設を攻撃し、多大な犠牲を出したことは忘れてはならないことです。優秀なアメリカ軍の精密誘導兵器をもってしても、もともと面積が小さい人工島では、意図したターゲットに命中できても、その他の軍事施設以外の建物への被害を考慮して攻撃を控えてしまう可能性が高まることは簡単に想像できます。中国が人工島に民間人を送り込んだのは戦術としては誠に理にかなったものと言えるでしょう。さすがは韓非子を生んだ国だと妙な納得をしてしまいます。民間施設ではないかという不安を無視して攻撃を強行したとすれば、民間施設を巻き込んだ非道な攻撃であると、中国が国際社会に向けて自分の立場を正当化できる位置を得てしまうことも考えているのでしょう。こう考えると、中国とアメリカが実際に軍事衝突すれば、戦場となるのは、南シナ海が最有力と推定されていますから、戦略的には中国が優位に立っているのが現実かもしれません。韓国が不法に占拠している日本領の竹島をはじめとして、中国は人工島ではあるが、こうした本土から遠く離れた島嶼部における動きは、実効支配を確立した者に部がある、つまり早い者勝ちということが明らかになっています。いくら昔からの主権があると言っても、実質的に支配してなければ理不尽ですが、認められないということになってしまうということです。そういえば、日本も散々揉めた挙句、尖閣諸島を国有化したものの、何も手を打ってはいないですよね。日本の領土だと主張しても、その場所に中国人がいたら、何も証拠にはならないのではないかと思います。なんとかならないものか、政治家の手腕に期待したいところなのですが、なかなか道は遠いようですね。
こんにちは。ナビゲーターの東条朝香です。南シナ海や尖閣海域で活動を強める中国。スカボロー礁沖合での原子力潜水艦爆発なんて誤報も流れる昨今。情報の拡散なども広がる。尖閣諸島の海域ではどんなことが起きているのか知っているだろうか？それは想像を超えるほどの任務が行われる状況にある息を潜めて、任務にあたる海上自衛隊、潜水艦の役割と今後の防衛力強化が一段と必要とされる。その前にこんな出来事があったことを知っているだろうか。それは尖閣諸島で急浮上とともに国旗を掲げた原子力潜水艦が現れたことを。2018年1月10日から12日にかけて、沖縄県の宮古島近くの日本領海への接続水域において中国海軍の潜水艦があわや領海侵犯かという事態を引き起こした。この潜水艦は中国海軍の最新鋭艦である小級 093B 型原子力潜水艦とみられ、海上自衛隊の対潜哨戒網に探知され、尖閣諸島近くの公海上で浮上し、中国の国旗を掲揚した。小級 093B 型原子力潜水艦は攻撃型の潜水艦で、全長が107メートル、排水量が6000トン、最大速力が30ノットの初限となっている。この潜水艦の行動については、中国寄りの見解では、尖閣諸島周辺を自国の勢力圏内だと誇示する、いわば、デモンストレーションだとする主張も飛び交った。しかし、潜水艦という兵器の特性上、海面に浮上して自身の存在、位置を明らかにするという行為は、軍事上の常識からはありえない行動としか言いようがない。日本の防衛省の発表によれば、1月10日に海上自衛隊の護衛艦と P-3C 追戦哨戒機が同潜水艦を捕捉し、その後2日間にわたってその追尾を実施したという。同潜水艦はその追尾を受け、1月12日の午後に、沖縄県の尖閣諸島の北西方向にあたる公海上に姿を現し、中国国旗を掲げる行動を見せたとされている。潜水艦の浮上理由については、中国側からの正式な発表は、何もなされておらず、推測の域を出ないものの、海上自衛隊からの追尾行動によって浮上を余儀なくされたものと思われる。日本の海上自衛隊では国内の核アレルギーの影響もあり、原子力潜水艦を保有しておらず、通常動力型の潜水艦のみが就役している。原子力潜水艦の最大の利点の一つが、大気を水上に出て取り入れる必要がないことで、これにより連続した長時間の潜航行動が可能となっている。今回の中国海軍の潜水艦の取った浮上行動とは、その秘匿性をかなぐり捨てる行為に他ならず、海上自衛隊の執拗な追尾に危機感を抱いた結果と考えられている。海中での索敵に使用されるのは、ソナーと呼ばれる水中音を探知するレーダーのようなもので、パッシブソナーとアクティブソナーの2種類がある。前者のパッシブソナーは、
艦船が発生させる音、スクリュー音やエンジン音などを直接探知するもので、艦船ごとに固有のボンボンとして識別が可能だ。後者のアクティブソナーは、自分の側から敵に対して超音波を発し、その跳ね返りを拾って探知する仕組みとなっている。今回、中国海軍の潜水艦に対し海上自衛隊の護衛艦は、アクティブソナーを用いて、その位置と存在を探知し複数回の警告を行ったとされている。この警告を無視し、仮に日本の領海へと侵犯することがあれば、国際法上の無害通行権は適用されないため、最悪の場合、撃沈されても文句が言えない状態だった。中国の潜水艦の行動は、海上自衛隊の潜水艦を探知していたが、自身の位置を秘匿するために水上の護衛艦が、アクティブソナーを用いたと推測されている。そして、このアクティブソナーによって、行動をすべて把握された。中国海軍の潜水艦は、そのまま潜航を続けることができないと判断し浮上したものと考えられている。そもそも、海上自衛隊は、すでに日本の領海防衛のための探索網を張り巡らしており、中国海軍潜水艦の行動は逐次把握、報告されていたと見られている。その詳細は、一級の防衛機密のためつまびらかではないが、先のボンボンの解析によって、艦ごとの単位で把握しており、海上自衛隊の対潜能力が世界一とも言われるゆえんだ。アメリカ海軍の情報部によれば、2015年時点で中国海軍は少なくとも通常動力型潜水艦を57隻、原子力推進型の潜水艦を5隻の計62隻を収益させている。その中で今回の小級 093B 型原子力潜水艦は比較的に中国大陸から離れた地域において行動しており、最新の対艦ミサイルを実装しているとめされている。さらに、新型の対地ミサイルを搭載すれば、アメリカの太平洋におけるグアム、ハワイの基地を攻撃可能な能力を有することになるとも見られている。こうした能力を持った潜水艦の動きを察知し、公海上へと浮上せざるを得ない状態にまで追い込んだことは、数的には劣勢な海上自衛隊の質の高さの証明ともなった。今回、自らの存在は秘匿したまま中国潜水艦の動きを注視していたとされる海上自衛隊の潜水艦。さらに、双竜型の最新鋭艦は、電池をリチウム電池に改良し、充電時間も短縮。これによって、大幅に能力を向上させた通常動力型として最良の艦となることが予想されている。また、船体もよりステルス性の高い仕様となると見られ、これまで以上の秘匿性能を有するものと期待されている。海中での静かなる戦いは質の日本、数の中国のせめぎ合いが続く中でも、現時点では、日本がリードしている状況と見てよいだろう。